はい、皆様いかがお過ごしでしょうか。松でございます。ということで今回はですね、ほら統一試験始まるじゃないですか。で、私統一試験が始まるたびに、フレンドを募集している民じゃないですか。ということで、私が、統一試験の時に、毎回恒例なんですけれども、サポートに回すメンバーを、どうしようかなっていう考える時間に当てつつ、前回の統一試験以降にお迎えした、キャラクターを舐め回すように見ようぜっていうコーナーですで、最終的には、後からフレンド募集のなんかもろもろをちょっと、お伝え、告知をしていこうかなと思いますので、最後までご覧いただければ幸いです。はい、まずはですね、いやー感慨深い。もうこのね、ジャミルバイパーク、私がねインフルになってるさなかに回したジャミルバイパーク、大変愛おしいです。こちらがですね、はい、ステータス見ていきたいんだよ。そうここですね。はい、アップルボアのジャミル、アタックタイプとなっております。レベルが90、なんですけども、とつっておりません。仲良しレベルをマックスにしたために90に、はい、なっている、ジャミルバイパークなんですが、魔法レベルが実はマジック2がまだレベル9に、しかなっておりません。で、一応こちらのバディレベルもルークだけ、レベル9になっております。あとちょっとっていう感じなんですけれども、ここもね伸ばしていきたいかなと。少し時間がねありますので、まあとりあえずはこのねビジュアルを見てほしいっていうのはすごいかっこいいか。でもね、意外とレベル90でもアタックタイプなかなかに攻撃力強いんですよね、このジャミルバイパーク。もしかしてバトルでね、使っていただけるんではないかななんて。まあ、ただねディオボイス聞きてえよっていうだけで、サポート決めていただいてももちろん構いませんはい、次ですね。いや、まさかね、運営から祝福を受けるとあって、これがね、そう、ジャミルのアップルボアを、10連ね、回した時に、まさかの、その後に来てくれたビル様、ディフェンスタイプ、両服となっております。ただね、やっぱり、これね、とつってないんですよね。一応、ゼロレイがレベル10にはなっている。見てこれ。全然バーディーレベル溜まってない。これはステイかな。まあ、ビジュアルは最高なんですけど、本当に素敵、本当に麗しい、好き。まだちょっと育成途中という感じがするので、ここはちょっとステイかなっていう感じがします。こんな感じで、まあサポートに回すメンバーをちょっと決めていこうか、サラリーとね見ていこうかなと思っておりますが、まあ、結果的にね、全ジャミルサポートになる可能性が大ですが、まあとりあえずね、いつもこの時期に毎年恒例だから、毎回恒例だから、見返す、新規のカード見返す時間と見ていただければ、幸いです。はい、そしてこちらもですね、ジャミルアップルボアの祝福を受けたセベクジグボルドくんです。まさか、本当に10連以内に、いや、ジャミルアップルボアとビル様の両服と、このね、セベクの両服が3枚同時に来るなんてって、狂いました。いや、ほんとね、インフルになって見るもんだななんて思っていや、ほんと体調不良の中回してよかったなって思いました。とりあえずね、デュオのシルバーが全然バディレベル上がってないの育成の仕方間違ってないと思うんですけれども、まあただね、このセベクなかなかに強いんですよ。まあでも突ってないから、サポートには回さないかなと思いますが、いずれね、レベルとかも、はい、上げたいなと思っております。はい、そして次、これが本当にね、もう本当お迎えできてよかったなって思ったんですよ。はい、こちら、プラチナジャケットのマレウスディフェンスタイプですね。とつってはいないんですけれども、こちら、はい、レベルはマックスとなっております。80となっております。一応ですね、魔法のレベルの方もちょっとね、まだレベマにはなっていないので、サポートには回せないかなと思うんですが、ディオボイスは最高です。で、こちらの方は、ちゃんとね、デュースの、レベルはマックスにはなってるんですけども、アズールが低いですよね。まだちょっと育成途中なので、今からっていう感じ。ただね、このビジュアルを見てほしい。とてつもない。もうすんごい、もうこのね、このグルービーを見るためだけにお迎えしたと言っても過言ではないほど、素晴らしいグルービーでした。ありがとうございます。もう少しね、もう少し時期を待ってほしい。
あれなんだっけ、なんかすり抜けましたっけ私もうね最近ガチャしすぎてもう忘れちゃうんだよねはい、とりあえずこちらはバランスタイプですね。アズール8とつっておりません。80レベルなんです。しかもね魔法レベルがそんなにまだ上がってないんですよね。回復持っててすごくね、あのリドルと、はい、相互利用ですから、結構ねバトルで使いやすいんですけれどもね、ウヘイナイトレブンカレッジのアズールはまだちょっとバブちゃんだからバブちゃんだバディレベルもバブちゃんだからちょっとね、使えないんじゃないかなって思います。ビジュアルを舐めるように舐め回すように見てあげてくださいいやこれ本当にね奥田大集合っていう感じですごい素敵ですよね。本当に好き、もうビジュアル本当ね、ヘイナイトレブンカレッジにね本若にお迎えしたいなってずっと思ってて、おそらくね今年やっとお迎えしたんだけれども、なんでお迎えしたか忘れてるなんでだったっけかな、本当に後でちょっと調べてみますけれども、本当にもう記憶から消してるんよなきっと。いやケイ君はほんとケイ君、おケイ君もうかっこよすぎる。もうビジュアルが天元突破して、あアタックタイプですね。こちらプラチナジャケットのケイットは、アタックタイプとなっておりまして、まだ突っておりません最近だから2月だったから。いやでもこれバトルでね使ってあげたい気もするんですけど、魔法レベル、バディレベルとねまだちょっと育成不足なもので、いやこれはちょっとサポートには回せないよな、ごめんなさいめちゃくちゃビジュアルいいんですけれども、こんな感じになっておりますママアズールと同じなんですけれども、こんな感じになっております。育成不足です。まあ有効のハーブティーでね、どうにかこうにかできたらいいなとは思いますけれども、うーんでもちょっとまだあれかな、まだちょっとごめんなさいいやとりあえずビジュアルを舐めるように見てくださいまずはビジュアルを見てほしいすごいよね、本当に好き。ケイ君のこの闇みケイ君、ヴィランケイ君が本当に好き。いや危なかったよ本当に。序盤も序盤でこのね闇みケイ君を見、この顔を見せてたとしたら私は最推しになってたかもしれないよ本当に。危ねえ本当ケイ君、まあ推しですけれどもね、ケイ君推しですから、私本当に好きだからまあね最推しのジャミルバイパー君がね不動の1位ではあるんですけども、本当にケイ君この顔は本当に好き、もう本当に最推しに至る。うわーどうぞちょっと待って、興奮してきちゃったはい、ということでこちら学園長、ラストの学園長なんですけれども、あバランスタイプでしたね。はい、突っでは、仲良しレベルちょっと上げてるので、少しだけ83レベル、少しだけレベル上げております。まあでもな、無属性の魔法レベルがな、対地属性でいいんですけれどもね。ちょっと使いづらいかもしれない。7ですし、ね、まあ、統一試験のところには少し上がるとは思うんですけれども、ご覧の通りです。ご覧の通りなのよなので、うーんこれはな、やっぱりいつものメンバーになってしまうのかな。まあ好きだけれどもね、ビジュアル見てほしいっていうところでもあるんだけれどもねビジュアル見せたいなら今見せろよっていう感じはするんですけれども、いやでもこれはもうちょっと次回の統一試験で少し、はい、お伝え、サポートに回せたらちょっとかっこいいなっても思いますね。いやだってこのビジュアルが最高なんだもんな。はい、ということで最後にヘイナイトレイブンカレッジにいる、SSR の子たちを舐め回すように、見ようの回です見ようのタイムです。いややっぱりね推しへの愛がすごいよねジャミルジャミルジャミル、冗談のジャミル率がすごいんですよねまあね、カリム君も、すり抜け三重視となっておりますのでカーリム君がねとつってるんですよ。でここら辺になるとちょっとね、まあ、サポートには回せないかな、少し育成途中の、子が多くなっております。まあ、一応ね80レベル以上には全員なっているんですけれども、この中からだったらどうしよっかな、まあ、やっぱり、まあ、精査して熟考して、配信で、サポートに回すメンバーをお伝えしようかなと思います。
ということでお送りしてまいりました、ヘイナイトレイブンカレッジ SSR の子たちを舐め回すように見ようの会だったんですけれども、ありがとうございます。一応、前回の統一試験から、ゲットした子たちをメインにご紹介をさせていただいたんですけれども、最後のね、まあ、ちらっとお見せしたヘイナイトレイブンカレッジにいる SSR は全 SSR をねお見せしたんですが、この中でいやこれがいいんじゃないかな、サポートに回すの、まあ、2、3人ぐらい、はい、今回も、まあ、毎回なんですけれども、サポートに回そうかななんて思っているんですが、この子がいいんじゃないかなとか、この子はやめた方がいいよとか、いやもしくはあのこの子育成した方が絶対にいいですよって アドバイスバトルゴリラたちのアドバイスお待ちしております。そしてですね、フレンド様と一緒に統一試験を楽しく駆け抜けていきたいかなと思っております。んでなんですけれども、本題なんですけど、ここから本題なんですけれどもいやね、あのこんなにあのフレンド様と頑張りたい、まあ、サポートどうしたらいいなんていうね話をしてたんですけれども、あれ俺フレンドじゃないんだけれどなとか、私全然フレンドじゃないんだけどどうなってんのっていう方もいらっしゃるかなと思いますで、私ほらね、統一試験のたびにフレンドを募集している民なんですけれども、今回もはい、募集したいかなと思っております。まず募集人数なんですけれども、今回は3名様を、承認、まあ、申請していただいた方を承認したいかなと思っております。そして、フレンド様を決定する、まあ、発表する日にちなんですけれども、3月の21日木曜日、3月の21日木曜日、7時から、生配信で決定しようかなと思っております。前回もそうだったんですけれども、はい、あのくじ引き方式で、もう本当にねプレイヤーランクとか全然関係ないから、あの今ツイステを、頑張っている、はい、楽しんでいる皆様と、私あのお友達お近づきになりてえなって頑張りてえなって思っておりますので、全然関係ないので、ぜひぜひあの申請していただいて、条件とか何もないからただただ仲良くしたいっていうだけなので、はい、ぜひね、申請していただければなと思います。で、そう、そしてね、ここからが重、ここからも重要なんですけれども、ほら、この動画、私の動画を見てくれて、その申請をしていただいたフォロワー様なのか、またまた、ノラフレンダーなのか、ノラ申請なのか、わからないじゃないですか。だから、毎回、これも毎回恒例なんですけれども、暗号がございます。秘密の合言葉がございます。そちらを、フレンド申請の際ですね、その、ご自身の、メッセージ欄ありますよね。紹介欄っていうんですかね。紹介メッセージ欄に、冒頭ですよ。冒頭に書いていただきましてから、あ、ちょっと待って、日本語おかしくなりましたが。その、合言葉を書いていただいてから申請していただいた方は絶対フォロワー様だなって、はい、分かりますので、そのように、はい、したいかなと思います、はい、で今回の、はい、ちょっと合言葉なんですけれども考えました、はい、それがこちらです。雪だるまつかわち、雪だるまつかわちとなっておりますちょっと恥ずかしい合言葉でごめんねまあね、一定期間、書くのが恥ずかしいかと思いますが、ちょっとだけ耐え忍んでいただいて絶対被らないようなメッセージにしようと思ってまあこれならわかるかなって思ってなので、こちらの、はい、メッセージを、メッセージというか合言葉を、ご自身の、はい、紹介メッセージ欄に書いていただきまして、はい、申請、書いていただいてから申請していただければすごく分かりやすいので、はい、そうしていただければ幸いです。はい、で、募集期間、申請
生の募集期間なんですけども、実は今、動画を見ているこの段階ではおそらくまだ申請の期間が開始されておりません。はい、それがですねこちらの期間からとなっております。はい、それ以前、それ以後に申請をいただいても私、削除、してしまいますので、あしからずご了承くださいませ。はい、ちゃんと動画を撮って証拠を撮ってねこの期間に、申請いただきましたっていう方だけを、はい、対象とさせていただきたいかなと思っておりますので、はい、この期間内に、はい、ぜひぜひ申請していただければなと思います。その他の、詳細なんですけれども、こちらの動画の概要欄に詳しく、詳しく書かせていただきますので、はい、ぜひぜひ申請いただく方はそちらを一度か一回絶対最初から最後まで読んでいただいて申請していただければ幸いです。はい、そして最後なんですけれども、いやこれないと始まらないよね、私のフレンド ID、 フレンド ID を公開したいかなと思います。それがこちらです。はい、見えておりますか？こちらになっております。私のプレイヤー ID、こちらになっております。今現在は、検索して私が出る状況になっております。ただ、まだね、申請、動画をね、見ている方のタイミングは人それぞれかと思うんですけれども、はい、ちゃんと申請期間がありますので、申請期間になりましたら、はい、私、受付を開始いたしますので、それ以前に、申請していただいても、私、まとめて削除、まとめて拒否をしてしまいますので、あしからずご了承くださいませ。こんな感じの、はい、プレイヤー ID となっております。手打ちしてしまうことになりますが、すいませんね本当にで今ですね、ジャミールにサポートなっておりますが、フェイバリットが出るのかな、検索すると。なので、おそらく学園長の、アイコンっていうんですか、これはカードが、出るかなと思います。で、はい、メッセージがオッスオラスカラビアの民、ここですねそう、私がこのオッスオラスカラビアの民と書いているこのメッセージ欄のところに、先ほどの、はい、秘密の合言葉を、ちょっとこっぱずかしい秘密の合言葉を冒頭多分ね皆様何かしら書いてると思うんですけども、実はですね、そう、最後の方に書いて、しまうと私がその合言葉を見逃してしまって拒否をしてしまう可能性があるので、実はですね、ちょっと申し訳ないんですけれども、最初の方、冒頭の方に書いていただきますと幸いです。本当に毎回申し訳ございませんが、よろしくお願いいたしますはい、で、一応ですね、はい、配信する3月の21日、木曜日、7時か、予定だと7時から、はい、決定しようかなと思いますので、サポートにするメンバーを決めつつ、はい、こちらの、はい、フレンド様の決定もしようかなと思いますので、よかったら、その時間もお付き合いいただければ幸いです。皆様とご縁がありますことをとても楽しみにしております。はい、ということで今回の動画はここまでです。ご視聴ありがとうございました。うぽまつです。